皆さんこんばんは、 MK です。マリオ VS ドンキーコングパート5やっていきましょう。今回もワールド4メリーミニランドのステージ3から進めていければと思います。そう、このワールド4はリメイク版で新しく追加されたワールドなんですよね。新たな仕掛けもたくさんあると思いますけども、なんとか完全クリア目指して頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方をよろしくお願いします。ボム兵か、こいつは持ち上げて投げることでそのブロックを壊せそうですね。あ、待って、歩いてこっちに来たりはしないのか。そこはありがたいですね。一回投げたらその場所から動かないんじゃないでしょうか。そしたらちょっと待てよ、鍵とプレゼントボックスが欲しいので、黄色を起動させて上に行って、最終的に鍵を持って下に帰ってこないといけないのか。あ、待て、だとするとミスったかもしんない。先にさ、これ上に行かないで、下の足場壊しといた方が良かったんじゃないか。そして、待てよ、待て待て待て、ここ取るためにはゴム兵使ってジャンプしないといけなかったんですけど、まあ取っちゃいましょうか、これで。なんかこういうさ、上級者テクニックってどう思う？みんな、これまで結構使ってやってきちゃってるけどさ、正直こういう、なんだ、ダブルジャンプとか、あと反転とか使えば、結構簡単になるところって多いと思うんです。なんだけど、あんまりそればっかやってるとさ、なんかそれもそれでどうなのっていう気がしまして、届かないんかーい。そこは届くと思ってた。そしたら、ここ、鍵を取って、待てよ、このままだとまずいな。一旦ここ置くのか。置いて、上がって、あ、ボム兵って勝手に爆発すんのね。それはそれで困ったところでございますけど、で、一回持ちます。そしたら、あー、なるほどね。これも厄介だぞ。このボム兵を持ち上げて、そっちに投げてから一度鍵を持つ。結構この持ち替え系が増えてきましたね。そしたら、はい、フラワーの風に乗ってこちらゴールしていきましょう。当たり前ですけど、このフラワーも今回のリメイク版からの新たな仕掛けですからね。そしたら、待てよ、青いプレゼントボックス、黄色いプレゼントボックスは全部左上。まずは青を起動させる必要あります？ひど、え、待てよ、最初どうするかわかんねえ。最初、え、ボム兵って落ちてくる？ボム兵がこっちに歩いて落ちてくるのであれば、まあそれを使って破壊しろということなんでしょうけど、落ちてこないじゃん。え、じゃあ青踏む？青を踏んで、あー、なるほどね。そこ落下させるんだ。なかなか難しいこと言うね。はい、じゃあこちら落下させて、はい、ボム兵を投げていきましょう。今のも若干高度だと思いますけどね。これぐらいで高度って言ってたら今後 MK さんついていけなくなっちゃうんでしょうか。はい、でちくわブロックは上に乗ると、たたたたたたた、下に落ちてしまうので、そちら気をつけつつプレゼントボックスを集めていきましょう。今の下降りたと思ったけどね。で、はい、青が取れ、調子乗っちゃダメよ、今のとこで。いや、やられるんだったら使ってこ。そうしよう、次から。もう、やられるんだったら上級者テクニックは使うようにしますんで、よろしくお願いします。ちなみにこれ必須にはなってないよね、多分ね。いや、後半だと微妙か？今のところ、こういうダブルジャンプとか、あとは反転とか、使わないとクリアできないようなところはないような気がするんだけど、それすら MK さんの気のせい。なんかさらっと、いや、例えばこういうところもさ、多分さ、赤を押してチューリップを起動させるのが成功法なんですよ。なんですけど、まあ無理やり届いちゃうじゃないですか、今みたいに。これを良しとするかだよな。これもさ、一回待たないといけないけど、正直こうやっちゃえばいいのね。そこだよね。まずは赤押して、あ、黄色のフラワーを使ってボム兵を上に上げていくと。いや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 、結構考えること多いな、このフラワーは。あ、それ大丈夫？場所的に届いてないような気がするんですけども、爆発範囲が思ったより広かったということで、ちょっと今後のこの上級者テクニックの方針としては、使います。使わないでも多分クリアできるようなコース設計にはなってるんだけども、やっぱ思いついたらね、ショートカットとかやっていきたいんで、ちょっとそこんとこはご了承ください。上級者テクニックは使う方針で進めていければと思います。まあ、せっかくあるアクションだからね、完全に封印するのも違うでしょうということで、次はステージ4。お、
ワープブロック出ましたね。もちろんですけど、このワープブロック、あの初代というか、あのリメイク前のね、マリオ VS ドンキーコングにはないですよ。まあこのワープブロック自体がね、スーパーマリオ 3D ランドか、ランドから出てきた仕掛けでございますので、そのゲームボーイアドバンス時代にはございません。そしたら、はい、プレゼントボックスを取って、ん、待てよ、どういうことだ。これだと良くないな。赤、落ち着け。これだと鍵が取れない。黄色じゃない方向で上に行かないといけないので、赤しかないけど、え、でも赤押すと上行けないよな。ん、待てよ、一旦赤押してみて、これで、いや戻るしかないよな、これだと。いや、これだと違うな。上登って、青で上行けるけど、青の状態だとそっち行けないんですよ。で、そっち行こうと思って黄色を押すと良くない。え？この、待てよ。この状態で、え、でも戻ってこれないよな。え、普通にむずい。黄色を触れないようにそこに行きたいから、今青の状態なんだけど、赤しかないよな。どっちも解禁するには。だから、ここで赤を踏む。これで、でもどうやって上行くの？これだと上行けなくない？上行こうと思って青を押すと、待って、同じことになってる。落ち着け、MK さん。その黄色にさえ触れなきゃいいんだよな、言ってしまえばな。いや、無理だろ。無理。わかった。そういうこと、危ねえな。こっちに回って黄色に触れるんだ。うわ、ちょっと難かったけどな、MK さん的には。みんな、MK さん頭悪いと思って見てた、今。MK さんもちょっとおじさんじゃねえかと思って見られてたかな、今正直。うわー、難かったけどな。ちょっと脳の体操だな。リハビリがてら頑張っていきましょう。今度は赤、入るタイミングか。入った瞬間止まるんかい。うーわ、今、その、ね、偏差というか、入った瞬間も時間止まらないと思って、あのワープボックスに行ったから、今時間止まって若干タイミングずれたな。で、ここは押さずに、なるほどね。1アップキノコとかもゲットしていきたいところでございますので、こう来て、待てよ、これもいけちゃうな、正直。いけちゃうけど、このままゴールすると良くないね。プレゼントボックス取ったら、一旦黄色踏んで、ワープボックスを起動する。で、上、待て。この状態で、上に行きたいけど、青か。青を起動して、なるほどね。ぐるっと一周戻らないといけないと。いや、結構複雑なってきたよ。で、プレゼントボックスの2個目をしっかり回収したら、この青のボックスを使って下に戻っていくと。で、まあ、黄色を使って、ボタンを押してね、上にワープするのが成功法なんでしょうけども、MK さんはこういうところは上級ショートカット。素晴らしい。いいですね。あれ、そろそろボス戦か？まだか？これでステージ3と4をクリアしただけか。なんかもうボス戦なんじゃないかと、ちょっと気持ちが早まってしまいましたが、よーし、じゃあ次のところを向かっていきましょう。ステージ4の5ですね。うわー、この鳥苦手なんだよな。上からココナッツ落としてくるっていうね、結構意味のわからない鳥なんですけども、で、鳥の巣がそこにありまして、結構鍵まで距離あるぞ。で、これを持ってかないといけないのか。いや、ここで使うのかな？置いといて、うわー、ココナッツ落としてこないで。ここでジャンプ。あー、でもダメだ。これだと進めないので。え？これ、置いてく？あ、わかった。上に移動させんでしょ。こうやって。うーわ、ひらめき。危ね。ちょ、待って。これ当たる？これ当たる？マリオ。おー、当たんね。いや、逆立ちすれば大丈夫なんですけどね。こうやってれば、はい、ココナッツ落とされても大丈夫という、まあ、マリオベースドンキーコングゲームボーイアドバンス時代からあるよくわからない仕様なんですけども。よくわかんないよね、これね。言われてもね。なんでココナッツは足を上にやっとけば弾けるんだというね。まあ、なんか硬い靴、安全靴みたいなのを履いてるんでしょう。したら、あ、待って。それ取りたいな。それ取りたいとなると、青を先に起動しておく必要があるので、こうして、うわ、ちょっと待って。マジで難易度上がってきてねえか。で、これ使うかな。あー、やめて、もう鳥ほんとやめて。で、これ投げて、いいよ。お、いい感じの足場に着地してくれましたが、
待てよ、あ、マリオが動けない、あ、鳥今追い詰められてたって私、無理だったって今の、避けようなかったもの。でこれ上上げて、まあまあまあ途中までは大丈夫だな。鳥気つけろ、オッケーオッケーオッケー、こっちまで運んでもらう。そしたらもう一度、はい、青を押しに行ってプレゼントボックスゲットしていきましょう。このプレゼントボックスってさ、まあ当たり前のように集めてるし今後も集めていくんですけど、これってあれなの？全部集めないと、なんかクリア後のコースが全部解放されないとか、そんな、同じことしてるよねえ、再放送したよ今。いいんですよ、再放送は。ね？テレビじゃないんだから、YouTube なんだから、再放送し、あ、危ない再放送しちゃダメですよ。今なんなら短縮版になるところだった。あぶね。そしたら、待って、次こそ決めるわ。ちゃんと頭使おう。同じことしてたよ、今。ここジャンプ。あっぶね、本当に。で、こいつ持っていかないといけないの確定だな。で、ここ下降りて、あー、なるほど。こうすりゃいいのか。で、そっちまで運んでもらう。で、ここは逆立ちしてココナッツを避けつ、あぶ、あぶね、なんだよ、その切り返し。ずるいだろ今の切り返しは。あっち行ったと思うじゃん。でプレゼント取れておりますので、このままゴールしていく。ずるい今の。なんだあの鳥やってたよな今、やらかしてたって。したら、うわ、砲台だ。あの砲台って、あの 2D マリオの感覚で踏もうとすると踏めないんで、待てよ待てよ待てよ。これでも下行けないからな、どう考えても。一旦、プレゼント欲しい、プレゼント欲しいけど、これじゃ取れないな。青を起動させないといけないので、こうして、あー、うわー、待って、だとしたらこれ上に持ってきたの不正解だな。下だな。いや待って、取れるか、落ち着け、これ取れる。待てよ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 。斜めの大砲無視でこれだ。オッケー、ナイス。かなりご了承ですけど、取れたからいいとしましょう。そしたら、赤のスイッチを踏んで、これとマリオ同時に行きまして、いやーよかった。多分今の成功法は、ちゃんとジャンプ台を下に置いて、そこで大砲の間を縫ってね、ジャンプして取るのが正解だったと思いますが、まあそこは優しい任天堂さん、上からでもね、マリオの並々のタイミングが合えば取れるようになっておりました。ということで、パーフェクト、いいですね。はい、ボス前、次が最後のステージでございます。ちゃちゃっとこちらもクリアしていきましょう。今のが鳥のエリアなんだ。さっきも大砲ありましたけどね、まあここからが大砲の本領発揮というところなんでしょうかと思ったら、ボム兵なんかーい大砲かと思ったらボム兵。待てよ、まずはこれ、え、入んないといけないよね。入って出たら、え、積んだ積んだよ積んだよ、戻って、え、これさ、もしかしてめちゃくちゃ難しいこと言ってる？ボム兵の爆発のタイミングを見て投げろってこと？え、そんなことさせるかな？一応それでやってみるか。いやー早かった。え、無理だろそれは。ちょっと待って、絶対違うわ、絶対違う。 MK さんが何かを勘違いしている。スイッチが現状、いや無理だろ。え、上の鍵、え、赤、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。何かを MK さんが勘違いしてるのか、それとも、あ、あー、わかった。こうやって入るんだ。それ、ボム兵持ったまま入れるのは、入れないと思ってたわ、勝手に。入れるよね。そりゃそっか。いや、ワープボックス自体がさ、このリメイク版からの要素だから、今のは許してよ。今のはしょうがないでしょ。だって私これリメイク版は初めてやってるからさ、もちろんだけど、だって昨日発売されたんだから当たり前だね。したら、今度は、いや、わかったわかった。今のも、MK さんの基本情報ですよ。ジャンプは1マスまでしか上がれないからね。2マスのところ上がろうっていうのはこのゲーム無理なんで、2マスの、今のってほら、下からボム兵踏もうとしたじゃん。それは不可能です、このゲームだと。まあまあまあ、めちゃくちゃタイミング良ければいけんのかもしんないけど、基本的には、このマリオ VS ドンキーコングのマリオは、1マスしかジャンプできないんで、そこんとこよろしくお願いします。オデッセイとかのね、めちゃくちゃ身体能力がいいマリオとは、別人という扱いでございます。まあ、別、ああ入んないよ、まだ。別人ではないけどね。待って、一回投げちゃおう。危ねえ、怖いな。で
でもう一度待ちまして、はい、ボム兵出てきたところで余裕持って、はい、移動させましょう。これどっちから行く、いやこっちからだな。プレゼントボックスは絶対取らないといけないので、はい、そこで赤を取りまして、今度は、はい、上行ってもう一丁か、もう一丁下のところ通さないといけません。で鍵をゲットしないといけないんだけど、鍵は、あー青か。ってことはもう一回ボム兵を持ってこないといけないな。あ、でもここじゃなくてもいいですね。そうですね、ここじゃなくてもいいね。青を踏んでからその上のボム兵を持ってった方がスムーズだと思います。はい、こう来てここ投げて、素晴らしい。いやー、むずくなってきたな、マジでマジでむずくなってきた。で今度は黄色で下行っちゃっていいんだな。赤とか押してもちょっと遠回りですので、はい、黄色を押して鍵を持ったままゴールイン。とこの何かを持ったままワープボックスに入ったら持ってるものも移動できるっていうのはちゃんと頭に入れておきましょう。危ないよ。そしたらまずは青で、青を押して、いや、青を押しちゃダメか。待てよ。まず赤を押したいな。赤のスイッチ、あ、違う、赤が押されてるんだ。あ、じゃあ青を押すで合ってるわ。青を一回押して、これを下げます。で、このままジャンプじゃ届かないよね。これってさ、ダブルジャンプとかで入っても関係ないんだよね。ほい。あ、関係ないですね。あ、危ない。ジャンプの高さは同じと。あ、でも、危ない。これ乗れる。待てよ。え？これ。いや、無理か。無理だな、無理だな。やめておきましょう。でもさ、それ以外の方法であれ取れるか。あー、赤起動するってことか。なるほどね。あ、こうやってこうだ、シンプルに。オーケーオーケーオーケー。で、一つ取れまして、これも足場移動系でしょ。この移動できる足場をどううまく扱うかというのが、このゲームの、肝でございます。で、ジャンプして、これ届く？届かないね。これもしっかり一度赤を押さないといけないので、戻って、合ってるよね。赤押して、で、さらに戻って、いやー、むずくなってきてんな、マジで。で、ほいほい。あれ？乗れない！これ乗れないのか！待てよ。待てよ。だとするとだ、だとするとだ。これを、こうして移動してから、赤を、あー、一回下行って押さないといけないわ、これ。うわ、危ない危ない、マリオ、マリオそこ危ない、マリオそこ危ない、マリオそこ、マリオそこ危ない、マリオそこ着地しちゃダメよ、焦りすぎよ今のは。そこ着地しちゃダメじゃんね。何をやってるんですか。はい、ここ取りまして、で足場移動を、待って、2つ目のプレゼン、3つ目か、3つ目のプレゼントボックスの取り方を いまいちまだ理解してないわ。こう来るでしょ。で、危ない危ない、こう来てジャンプすんな。ここで押す。そうすれば、あ、なるほど、こうするんだ。うわ、むず、ちょっと今のも頭使ったけどな。はい、これでなんとかプレゼントボックス揃えることができまして、ミニマリオゲット。ちょ、マジでむずくなってきてない？ MK さんだけそう感じてんの？ちょっとむずくなってきてないか。だってさ、これまでさ、あれだよ、一回のね、尺っていうかパートでさ、ね、毎回ドンキーまで行ってたじゃん。だからドンキープラス何ステージみたいなのやってたんだけど、ちょっと、今回ドンキー行けないもんね。やっぱむずくなってきてるってみんな。やばいやばいやばい。いや、まあ、新ワールドっつうのはあるけどな。正直次のワールドとかはゲームボーイアドバンス時代に私がやってるから、そこはちゃちゃっといけ、ると信じよう。当時の子供だった頃の MK さんのね、頭の良さを信じよう。今よりも当時の MK さんの方が頭が良かったはずだ。はい、そしたら上がって1アップゲット。待てよ待てよ待てよ。これも風に巻き込まれると余計に時間かかるから、はい、こうやって取りまして、鍵、待て、鍵、ちょ、これさ、シンプルな、あー、今はいけたけど、多分ね、シンプルな追いかけっこは効率悪いんだと思う。反対側から回ってみたいなことが今後必要になってくるんじゃないでしょうか。ということで、ここで今後やられるであろう残機を補充して、一旦これぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回、新ワールドのミニマリオステージ、そしてドンキーコングステージ、頑張っていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。